皆さんこんにちは、桜子です。現在19時15分、奇跡のような退勤時間を迎えました。普段はね、仕事に追われ、一日があっという間に過ぎ去る、帰宅しては一人で飲んで寝る、そんな日々です。でも今日は帰らない、今から東京へ向かうのです。ということで、19時31分の名古屋発のに乗ります。出発数分前に気づいて慌てて東京ホームに移動しました。なんとか新幹線に間に合った。危な、どうしてこんなミスをする。労働のせいなのね、そうなのね、労働のせいなのね。普段はね、社畜スポットライトに当たっている時間だけど、今日は誕生日前々日ということで、自分に誕生日プレゼントとしてドイツチェコ旅行を送ることにしました。彼氏も旦那も一切できず、お祝いしてもらえないので、自らがスパダリとして行動を起こします。撮影が始まるよ。にょんにょん猫ちゃんポーズ、3、2、1。何これ。誕生日プレゼントだよ。この航空券で一緒にドイツ行こう。好きというね、撮影の瞬間にね、ディズニーとかユニバとか何かしらのチケットを出すというプリクラサプライズ、やられたいよ。今回は成田空港から出発して、イスタンブールで乗り換えてドイツに乗り込みます。そしてドイツで一番人気とも言われる古城ホテルを予約したんですよ。中世の雰囲気漂う古城ホテルでバースデープリンセスになる予定。1週間のお休みをもぎ取ったので、その分新幹線の中で仕事を片付けていきます。ちなみにドイツでは基本的に1日8時間以上働くのはダメらしい。仕事よりも個人や家庭が優先されて、役職や昇進っていう概念もないらしい。日本だと昇進のために努力する雰囲気があるけど、ドイツ人は昇進がないからこそそこまでしなくてもっていう価値観らしいよ。そんな間夜でやるべき仕事は終わったけど、新しい連絡が。いや、ここはドイツマインドを見習って無視しなければ。休みだからこそ楽しいことに集中しなきゃ。俺のターン、爆速変身。普段はダラダラしちゃうけど、楽しみが待ってることで謎の集中力が発揮されてるわ。品川到着。お手洗いに行くか悩んでるうちにホームに着いちゃった。これ社畜あるあるだよね。そして成田空港へ直行。電車の中では顔面空間ゼロ距離カップルがイチャついてるわ。しょんぼーりミッキー、ドゥルルル、しょんぼーりミッキー、しょんぼーりツンツン、しょんぼーりツンツン。人が減ってきて座れたものの、人酔いでめっちゃ気持ち悪い。目の前の席が空いた時、隣の人がどうぞって言ってくれたんだけど、ああどうぞどうぞって返してしまって、譲ったのを後悔。あるあるすぎない？げっそりしながら空港到着。空港近くのホテルを取ったんだけど、思ったより古くって、一人で寝るのが怖すぎる。急遽他のホテル探します。空いてるホテルを見つけて、ホテル日光成田へ。あー怖かった。マジで怖かった。朝食は5時半からのビュッフェがあるそうなので、即予約だよね。いや、早朝便に優しいサービスだね。部屋行く前にローソンでなんか買いたいな。安心したらお腹空いてきちゃった。胃もたれしなさそうなおにぎりと、社畜の味方 R1 と、毎日欠かさず飲むシーセンを買ってお部屋へ。ちなみに明日の朝食会場はここらしい。かわいい。フロント横に両替機があったり、成田空港までの無料のシャトルバスが出てるらしい。ありがたいね。明日は利用させていただこう。ってことで、お部屋到着。ドアもキャリーケースも重い。手伝ってくれる男が欲しい。ってことでお部屋に到着。おお、ライトのピンクが可愛い雰囲気を醸し出してる。可愛い。重い荷物を下ろして、軽くお部屋のツアーでもしちゃいますか。
お風呂や洗面台、それからそれからテーブルの上には一式揃ってますね。以上。普段ならね、お酒買って飲んだだろうけど、明日は早起きの予定なので、今日は休館日となりました。あーにしても移動疲れた。重たいよキャリーケース。もう動きたくない。はっ、ふとスマホ見たら12時過ぎてた。つまり、誕生日前日になってしまった。とりあえず楽な服に着替えておにぎり食べるか。話はそれからだ。コンビニのおにぎりはこの梅しそおにぎりが好き。さっぱりしてて美味しくない？さっさと食べてお風呂入ってメイク落として寝なきゃ。でも動けない。やばい、マジでやばい。なんやかんやしてたら2時になっちゃった。6時にアラームをセットしてメグリズムをつけて寝ます。おやすみ。おはようございます。アラーム鳴って寝ぼけながらスヌーズ押しちゃってる。眠んけど明日ご飯楽しみ。ドーン。10時15分発の飛行機で1日機内なので、ノーセット、ノーメイク、メガネで行く。普段はコンタクトが多いけど、機内でコンタクトだとカッピカピになっちゃうから、機内では基本メガネ。あと機内では今日みたいな動きやすい服にしちゃう。それから寒く感じることが多いので、厚着していくことが多い。さて、朝食会場に到着。おー、品数多いな。嬉しいやつ、やった。朝からは要中楽しめちゃう感じですね。最高です、最高最高。ヤクルトやサプリコーナーみたいな珍しいものもあった。なんか瓶にいろんな種類のサプリがあったの。みんな見るだけでサプリを手に取ってる人はいなかった。選ばれしおかずたちです。待って、なんかちょっと言い方やだな。意図せぬ下ネタみたいになっちゃった。左からおじや、オクラと山芋、豆腐、リンゴジュース、じゃこ大根、筑前煮、いただきます。リンゴジュース美味しい。まずはじゃこ大根から。美味しい。風邪予防に家でもよく食べるんだけど、美味しいよねこれ。筑前煮は全く食べない。作るのに工程が多すぎてめんどくさい。普段食べない分超美味しく感じる。豆腐もあっさりしてて美味しい。ネバーネバー、人類みんなネバネバが好き。え、そうだよね。まあいいや。美味しい。機内食は日本食じゃないと思うので、最後の日本食を噛みしめてる。あー美味しいよ。おじやも美味しいけど、佃煮を入れすぎちゃったんだよね。最初にご飯を移した時、ん？濃くね？って思った方、ガチで濃い味になっちゃったわ。白い服を汚してはいけないというプレッシャーを感じながら、無事純潔を守れました。ごちそうさまでした。よっしゃ、冒険の始まりだ。空港へ出発します。ってことでシャトルバスでターミナルに向かいます。いや、いい天気だね。ワクワク。お、素手アーニャになっちゃったわ。北口に降ろされたので南口へ移動します。チェックインする前に薬とメグリズムの補充しときたいの。私の動画を何回か見てくれてる方はおそらく、こいつ毎回酔い止め買ってねと感じると思います。なんか酔い止め買うと旅に出るぞって感じで高まりません？ドラッグを空港で買って決める、まさにこれですよ。どうぞどうぞギミ、あ、なんだっけ、どうぞギミギミ、どうどうぞもにゃーる、いえ、どうぞギミギミ、どうどうぞもにゃーる、いえ。チェックインも済んだのでお決まりのカフェイン補給でエネルギー補給完了。いざ20時間以上の長時間フライトへ。いや、機内食楽しみだわ。映画何入ってるかな。何かしら見たいね。機内グッズが配られました。中にはアイマスク、靴下、スリッパ、歯ブラシ、リップクリーム、耳栓とかが入ってたかな。早速リップ使ってみよう。おー、プルプルな唇にレモンハーブっぽい香り。ベタつくかと思ったらそうでもなくて、いいな、普通に欲しいわ。まあなくしたんですけど、普通に欲しいわ。まあなくしたんですけど。これは私が最近100均で購入した機内用の靴下。可愛くて買ったんだけど、種族はなんだお前。そして機内グッズの中に靴下があったので、お前の出番はなさそうだよ。機内食来た。チキンかフィッシュかの2択。チキンは辛いか聞いたら辛くないよとのことだったので、チキンを選びました。
後からポンと無造作にパンとオリーブオイルを乗せられて海外味を感じたよね。でもよく見るとオリーブオイルじゃなくてサラダ用なのかな。なんかわかんないけど、とりあえずサラダにかけました。左上はアイスに見えるけど、おそらくトルコの郷土料理かな。味の癖が強すぎて食べられなかった。トルコはまだまだ桜子にはついてこれない様子。出直せ。食後の紅茶をもらいました。甘党なのでシュガーは2本もらった。もうなんかシュガーとか言っちゃったわ。電気が消され、暗闇の中一人黙々と仕事をする桜子。休憩がてら寝具を見て泣く桜子。感動してめっちゃ泣いてる。マジでおすすめ。到着はまだまだだね。だんだん腰が。再び機内食の時間、待ってました旦那。今度はヌードルかオムレツかの2択。ヌードルは選んだんだけど、なんか焼きそば修行中って感じの味。マジでバカにしてないし、おそらくトルコのヌードルの味なんだろうけど、焼きそばを食べたことない人が作った焼きそばって感じ。着いた。トルコ、イスタンブール空港での乗り継ぎ。初めてのトルコ。そしてすでに13、4時間フライトです。いやでも割とあっという間だわ。そしてそして、日本時間で誕生日を迎える直前。やばい、やばいよね。何がやばいの。きたー、12時誕生日だ。おめでとう。誰よりも愛してる。一緒に最高の一日を過ごそうね。おめでとう。誰よりも愛してる。現在イスタンブール時刻だと17時台とかなんだけど、見てください、空綺麗。みんなが記念すべき私の誕生日の瞬間をカメラで収めてやがる。もうみんなったらやだな。そんな大したことあるって、そんな大したことあるって。乗り継ぎの搭乗時刻までは3時間くらいある。でも電光掲示板見てもまだゲートはわからないみたい。海外は直前のゲート変更があって、急に大移動を強いられたりするので、この電光掲示板を常に気にすべし。あと私のように英語力皆無の人は、乗り継ぎ時に入国審査がいるのか、荷物のピックアップはいるのかを日本で聞いておいた方がいいです。搭乗時刻ギリギリに必要ですよって発覚しても、海外のスタッフさんは日本みたいに間に合わせようと急ぎ対応とかはしてくれないので、普通に乗れなくなります。以上、桜子ちゃんのスムーズな海外移動のコツでした。そして誕生日だからどっか美味しそうなカフェに入りたい。チョコレートバー、ここがいいな。チョコレートアイスラテを注文。なんと260リラ、日本円でだいたい1200円くらい。え、高すぎ。まあ誕生日様だし気にしなくていいかってこの時は思ったんだけど、今やっぱ高くないかってなってる。でも味は超美味しかったので OK です。暑くて一瞬でなくなる勢い。さて、誕生日なので X に感謝の気持ちを伝えるポストをしたい。SNS 苦手マン、20分以上内容に悩む。できた。これが渾身のツイートだ。ダメだ、内容は至って普通、何のひねりも面白みもない。電光掲示板見たらゲートが出てたので、空港を散策しつつ向かっちゃいます。これはフリー Wi-Fi の機械。ここにパスポートを入れると Wi-Fi のパスワードが発行されて1時間くらい使えるの。便利だよね。空港内はこんな感じで可愛い雰囲気のお店が多い。いや、テンション上がるわ。そんな関与でゲートに到着。今から3時間のフライトです。日本時刻で2時50分。さすがに体も疲れない。疲れてる時ほどテンション高まるんだよね。おお、機内が暖房ガンガンで暑い。桜子は干からびてるのか指が認識しない。前の人に申し訳なくなる前に反応してよ。いや、今回の旅行用に保温性のある服やタイツ、下着、靴下、まあ、こんな感じで買ってきたんだけど、逆に暑着すぎてしんどいわ。待って、暑すぎてぜいぜいしてる。無理。おい、うちかのようにあったかい機内食まで来た。しかもぜいぜいしてるからか、飲み物2ついるかまで聞かれた。恥ずかしすぎる。でもマジで暑いからコーラとリンゴジュース2つもらった。他の人はというと、乗客が言い争いしてたり、子供が泣いたりとかなり騒がしい。
まあ、そんなあかんやでフランクフルト空港に到着。初めてのドイツ嬉しい。長かったけど仕事したり映画見たり機内食楽しんでたらあっという間だったわ。はあ、到着の瞬間マジでテンション上がるわ。観光もホテルも楽しみ。ってことで荷物が来るのを待ってる間にじゃじゃーん、見て、なんと今回は桜子ちゃんアクストを連れてきました。活動3ヶ月の時にお祝いとしてオリジナルグッズを期間限定で販売したんだけど、可愛くないですか？アクスタとか買ったこととか作ったこともなかったんだけど、いや嬉しいし楽しいね。これ一人キャッキャしてる間に荷物を受け取れたので、次は予約したタクシーを探したいんだけど、全然どこにいるかわからん。もう 3,40 分ぐらい探した。海外あるあるだね。空港にいるタクシーは基本ぼったくりが多いので使わない方が無難なのと、タイムスケジュールをカツカツにしちゃうと空港へのピックアップで時間がかかりがちなので注意かもしれない。なんとか落ち合えたので1時間半移動して夢の古城ホテルへ。さあ、ドイツに着いたということはドイツに合わせて振る舞わなきゃね。例えばドイツはサービス料、まあ、いわゆるチップを支払う文化があるので 10% くらいのチップを上乗せして払うのが普通。タクシーだと 5から10% 程度らしいので降りる時に払わなきゃ。あー、なんかだんだんうとうとしてきた。深夜ドイツのタクシーで夢を見てた。わらわらいつの間にか寝てて着いたよって起こしてくれた。そしてそしてめちゃくちゃ楽しみにしてたブルクホテルに到着。暗い、すごーい。何が？こちら四つ星ホテルで、なんと1000年以上の歴史を誇るドイツの古城ホテルなの。友達に勧められてとあるもの目当てにこのホテルに決めたんだけど、リピーターが多いくらい素晴らしいらしい。こちらフロント、かわいい、お城じゃん。20代一般女性から姫にのし上がったわ。ホテルとかレストランは無料だけど、ドイツのトイレは基本有料。だいたい50セントから1ユーロだから日本円で80円から160円くらいの使用料を払わなきゃいけないんです。ドイツは日本と違って入り口に男女のイラストマークがないところも多いので、間違えて入って変態にならないようにしなければ。ねえ、ホテル全体の調度品かわいすぎ。待って、テンションマジ上がる。これはお部屋もすごそうじゃない。スタッフさんから案内図と鍵を受け取ってお部屋へ向かいます。また後で見せるけど、宝の地図みたいな案内図にワクワクするわ。ちなみにこのホテルは12世紀にお城として築かれたけど、一度は破壊されてしまった過去があるそう。廃墟となったその姿をかの文豪ビクトル・ユゴーは最も美しい廃墟って褒めたたえて、その後ホテルとして再建したらしい。かの文豪ビクトル・ユゴーが言ったんだよ。やばくない？ビクトル・ユゴーってあれじゃんね。あれあれあれでしょめっちゃ知識あるやつの話し方したわ。え、誰？ビクトリー号ってあれじゃんね。あれあれあれでしょ。念願のお部屋、じゃじゃーん。はー、見てー、かわいいよー。やばー、アンティークな家具に囲われている。かわいすぎる。ガチで中世にタイムスリップしたかのような雰囲気じゃん。なんかこれ客室も当時のお城の間取りを取り入れてるらしいよ。お部屋のドアの横に扉があるので、さっさく開けてみるか。おお、外だ。ベランダかこれ。でも真っ暗。でもでもお部屋からの景色は絶景らしいので、明日の朝のお楽しみということで部屋に戻ろう。寒いわ。クローゼットや可愛い椅子もある。でもロングコートはハンガーにはかけられなさそう。それでも中は広い。この缶はなんだろう。これ知ってる人います？知ってる人いたらコメントで教えてください。あと中にはセーフティーボックスもあるね。貴重品入れるのめっちゃ大事です。普通に盗まれちゃうからね。椅子の前に段差あるの気づけず転びかけたわ。さて、座った感想をお願いします。別に。エリカ様もこんな気持ちだったに違いないわ。まあ椅子に座ってもね、感想はないよね。でも椅子から見るお部屋の可愛さがやばい。最強価格かも。ベッドも広い。二人部屋のままの準備がハッピーな誤算で、見て、枕の上にチョコが2つもある。
これは独り占めですね。私シングルはあんまり取らないので、今回みたく2人部屋のままの準備の時もあれば、私から変えなくていいですよって伝える時もある。1人部屋用に変えられちゃうとタオルやバスローブが一組になっちゃうのが嫌なんだよね。何回もお風呂に入りたいので。ベッド横の本も覗いてみよう。でもなんだろうこれ、ホテルの案内ってわけでもないし、よくわかんないや。けどおしゃれ。お部屋にはいろんな絵が。ホテルがライン川の前にあって、ライン川クルーズがやれるので、その魅力を伝えてるのかな。まあ、こんな感じでライン川を挟んでたくさんのお城が見れるらしい。寒くなければ乗ったよね。今の季節は無理です。クッション欲しいよ、これかわいい。お姫様気分ですよこれは。ソファーは固めだね。てか上着脱がず荷物を下ろさずホテル散策してんのかわいすぎるだろ自分。フロントに繋がるのかと思いきや繋がらないらしい。用があるときはフロントまで行かなきゃいけないらしい。ま、かわいいので OK です。アンティークの机もあって、これがあれば毎日の勉強がはかどりそうな気がする。ま、けど実際ははかどらないでしょう。これがあればやれやると言ってやらない子供と同じです。私はそういう女です。羽のボールペンだ、すごー。これ子供の頃憧れてた気がする。この表紙の紋章がかわいい。これはホテルの案内みたい。せっかくだからこの羽のボールペンで何か書きたいな。まあ自分にメッセージでも書くか。おお、羽のように軽い、羽だけに。おもんな。こちらは本棚。おお、何の本かわからんけどたくさんの本があるね。暖房。このつまみを回すとあったかい風が出てくるみたい。ねえ、てかこのカーテンマジで可愛くない？こんなカーテンが似合う家が欲しいな。マンションが欲しいな、みんな。マンションが欲しいな、みんな。わあ、見て。机の上に飾られてる立派な絵。これ実際のホテルの外観なの。タクシーで寝てたから分かんなかったけど、割と高いところにいるんだな。バラだ。おお、痛い。これは本物です。まあね、触れれば痛くなると分かっていても、触れたくなるのがバラと異性です。このバラとチョコはなんとホテルからのプレゼントなの。ゴーンのバラの花言葉は、あなたに出会えたことの心からの喜びだそう。あ、花言葉？普段一切気にしないです。道具の尺とクオリティのために調べただけです。早速チョコ食べてみたら、予想以上の美味しさにびっくり。これは相当いいチョコな気がするけど、まあ、間違ってたら恥ずかしいやつなんで黙ります。オレンジは誕生日関係なくあるもの。でも食べ忘れてたことに今気づいちゃった。残念。このグラス可愛くないですか？グラスに刻印されてホテルの紋章が本当に可愛い。この瓶の中にはシェリー酒が入ってるんですよ。なんとこのシェリー酒無料らしいです。こちらも誕生日関係なし。冷蔵庫の中にはお水やジュース、お酒が揃ってて、これも全部無料らしい。もう超絶おもてなしだね。すごい。お部屋では優雅にこのクラシックを流して過ごせるらしい。早速流したいってなったけど、私は機械音痴、発動して使えませんでした。無力つらい、無力さい。うん、滑りました。はい、次こっち側にもソファーがある。クッションが可愛くて欲しい気もするけど、桜子の部屋のインテリアとは全く合わなくなってしまう問題。これもあるあるだよね。さてさて皆さん、一通り散策は終わったんですけど、何かがないことお分かりいただけただろうか。そう、桜子の大好きなお風呂がないのです。このホテルの決め手はとあるものが目当てだと触れたはず。なんとなんと、このお部屋には隠し扉があるんです。隠し扉が？マジ？嘘だろ？虚言？すげえ。まあみたいなテロップが流れるとして、でも信じられませんよね。さあ、この本棚をこうすると、いや、やばいって、やばいやばい、マジでやばい。なんということでしょう。まるで絵本の世界に迷い込んだよ。扉の奥にあるサプライズバスルームは普通のホテルとは異なり、ステイのウェイ感を一層盛り上げてくれます。
ウェイ感を一層盛り上げてくれます。これは神、匠も大満足の空間じゃないですか。バスタブ、お手洗い、洗面台があります。かわいいよ、かわいい、かわいいよ、マジで。洗面台にはグラスとコットンと綿棒の入ったバニティセットとめっちゃいい香りのするボディクリーム、歯ブラシやヘアブラシやあとはメイク落としとかのアメニティはない。歯ブラシとかヘアブラシならフロントに言えばもらえると思う。バスタオルをよく見るとここにもお城の紋章が。ねえ、本当に可愛い。トイレットペーパー遠くね、私の腕の長さが試されてるんですけど。まあね、普通に不便でした。洗面台の下にはバスローブがあって、ふかふかそうだよこれ。可愛いから北桜子を見れるの楽しみにしてて。で、それからドライヤーもあります。このお風呂、この隠し扉の中のお風呂に入りたかったの。スタッフさんがお部屋の案内してくれた時にお風呂がどこにあるかわかるって聞いてくれて、はいはいはい、ほうだらほうだらってなっててリアル真剣ゼミキッズになってた。あとこの部屋に泊まりたい場合は隠し扉のあるお部屋を指定しないといけないので要注意です。この瓶の中にあるものはバスオイルか何かって聞いたら、maybe って言われた。おそらく肌に塗るものだって言われたけど、どう考えても怪しすぎ maybe だったので、次の日に別の人に聞いたらやっぱりバスオイルだったこれ肌に塗ってたら危なかった maybe。 お風呂に入るときはもう絶対絶対このキャンドルを焚きたい。換気扇代わりに小さな小窓もありました。明日の朝はこっからどんな景色が見れるのか楽しみ。ベッドも座ってみたらふっかふかなんかオールでテンション上がってるので、もうこのままホテル散策もしちゃう。階段はこんな感じ、人一人しか通れないような広さだね。これ泥酔してたら間違いなくつまずいて転げ落とせます。自らの手は汚さずにね。フロントの全体像はこんな感じ。さっきはあんまり撮れなかったけど可愛くない？フロントに飾られてるポインセチアも本物ですね。匂い付けはされてないみたい。綺麗。ここはレストラン。なんかいくつかレストランが入ってるそうだけど、レストランの指定はできないらしい。その時の状況によるらしいよ。ねえ、めっちゃ可愛くない？ここで食べたい。ちょうどいつ来たって感じの雰囲気。色合いがこれ完璧だよね。カーペットが赤で天井が青、壁もライトも全てが素敵すぎるわ。あー、さすがに疲れた。深夜ドイツの百畳半、夢のようだ。あは。天井のライト見ながらくっそしょうもないこと考えて一人で笑ってる。さあ、もういい時間だし、そろそろ。飲みますか。ってことで体力無限来たな。だってもう早くシェリー酒が飲みたくて飲みたくて体がもうずいてました。シェリー酒は主にスペインの地方で作られてる酒精強化ワインのこと。ブドウを原料にしてるけど、ワインとはまた別の作り方なの。日本だとシェリー酒っていうカテゴリーで分けられがちなんだけど、シェリー酒はワインの一種なんだよ。味わいは甘口から辛口まで様々。本来ならラベル表記や名前とかで味わいを見極められるけど、今回は飲まないとわからないってやつですね。では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 、乾杯。うわー、美味しい。けどアルコール強っ。ちなみに酒精強化ワインはアルコールを添加して作られるワインなので、通常のワインよりもアルコール度数は15から22くらいは高くって、アルコールをしっかり感じられるのが特徴。いやー、美味しい、幸せだ。いやーね、こんな最高の誕生日を迎えれた過去の自分に感謝だよね。この瞬間のために生まれたんだよ私は。男がねいないのは非常に残念だけど、残念すぎるけど、でもね、こんなにも好きなことできるってほんと最高。ただまあ酒飲みながらいろいろ気づいちゃったよね。なぜ自分に男ができないのか、なぜいつまでも彼氏なし旦那なしなのか。答え、お一人様満喫術を身につけすぎた結果。まあこれが全てってわけじゃないけど、間違いなく理由の一個ではあると思う。深夜ドイツの百畳半アロマキャンドルを焚いて念願のバスタイムへ行ってきます。お風呂出た。
バスローブかわいい、欲しすぎ。お風呂のアロマキャンドルはあんまり匂わなかったけど、ゆらゆら揺れる炎を見ながら、これからも自分と毎日をアップデートできるように努力し続けたいと強く思いましたね。辛いこと、理不尽なこと、嫌なこと、我慢したこと、たくさんあった。これからもあると思うけど、逆境に負けない心身を持って、死ぬ時にマジで人生最高だったなって笑えれば勝ちなので、そうなれるようにただただ頑張りたいですね。まあ要約すると、努力未来はビューティフォースター私ってわけ。おやすみ。努力未来はビューティフォースター私ってわけ。おやすみ。さあ眠たい。早速でも外を見に行ってみようかな。どれどれ。まだまだ真っ暗だね。ドイツでは9時を超えないと外は真っ暗みたい。夜が長い国ですね。朝食が8時からなので、それまでね、いろいろ準備でもしますか。メイクしてたらだいぶ明るくなってきました。よっしゃ、あと髪の毛だけだ。あー早く朝ごはん食べたい。美味しいと好評の朝食がどんな感じなのかが楽しみ。ちなみにドイツのレストランでは手をまっすぐ上げたらダメです。ショート動画でも触れたことあるけど、ナチス式敬礼と捉えられるので法律で禁じられてるそう。誰かを呼びたいときは人差し指だけを上げるの。この指止まれみたいに。ちょっと恥ずかしいけど、まあ慣れだよねこういうの。でもなんかどんどんスタッフさんを呼ぶのは推奨されないらしい。ドイツではスタッフもお客さんも対等っていう考え方なので、スタッフさんが仕事してる中でこちら都合で呼ぶっていうことになってしまう分、推奨はされないらしい。ってことで準備できた。今日はね、誕生日なのでたくさん飲むぞという強い意志のもと、わざわざ日本から持ってきたウコンくん。わあ、お部屋のベランダからの景色なんですけど、めっちゃ絶景じゃん。綺麗。早速朝食会場に向かいましょう。おー、早く食べたくて必然的に早足になってるわ。宿泊棟を出るとこんな感じ。昨日はね、暗くて分かんなかったけど、こんな素敵な小僧にいたのか。朝食会場の矢印を辿っていきます。こっちかな。可愛い階段を上ると、お、朝食会場らしき場所が。うわ、ダウンロだ。ダウンロ見るとテンションが上がるのはなぜ。こっちには紅茶が。いやー、いっぱい種類あるじゃん。嬉しい、紅茶大好き。ちなみにドイツの飲み物といえばビールみたいなとこあるけど、紅茶やハーブティーもめっちゃ人気なの。実はドイツの人ってあんまり薬を飲まないし、そもそも薬をなかなか病院で処方してもらえないらしい。じゃあ体調不良の場合どうするか。薬の代わりにお茶を飲むらしいの。スーパーにはほぼ全ての不調に対応したお茶が販売されてるので、お茶はドイツの人にはなくてはいけないものらしい。朝食メニューはこんな感じ。ねえ、最高に美味しそうだよ。日本人も好きそうなものがいっぱいありますね。あんまり癖の強いものは食べられないので助かるわ。ドイツには朝食が2回あって、朝起きてすぐと10時頃に食事をとるそう。あとこれは私も知らなかったんだけど、朝ごはんに欠かせないのがゆで卵らしい。半熟が一般的らしく、ここにもラタトゥイユの上に半熟ゆで卵というね、最高に美味しそうなものまであります。これはマストで食べたい。さてさて、美味しそうな朝食たちと共に案内された席へ。コーヒーカップにも白の紋章が刻印されてて、本当に可愛い。ね、全部可愛いんだけど。席からは渓谷や川が見えます。すごーい。まずはスモークサーモンから。これはかなり癖が強いですね。まあ、好きな人はね、好きだろうけど、私には厳しいかな。ドイツといえばソーセージってことで、いただきます。うん、美味しい。私あんまりソーセージって好きじゃないんですけど、これには驚きだわ。めっちゃプリプリ。そして大好きなアボカド。これね、よく食べるんですよ。アボカド大好きだから。最高。新鮮なアボカドの味がして、もう幸せです。出た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 、半熟ゆで卵。その下にはラタトゥイユらしきものが。これも超美味しいです。アールグレイも美味しい。いやー、朝から素敵な香りに包まれて幸せだよ、私は。
幸せとは、自分が作るものなんですよ、バックナンバーさん。自分が作るものなんですよ、バックナンバーさん。部屋に戻りますか。いやー、夜ご飯もホテルで予約してるんだけど、こんな朝食が美味しいとなると期待しちゃうなー。あー、楽しみー。いや、そうか、そうか。これが絶好調は冬のぼっちスピードに乗ってってことですよね。真冬のぼっち。宿泊棟にはこんな看板も。かわいい。ホテル名と紋章がありますね。ちなみにちなみに朝食会場はこんな感じでした。素敵でしょ。部屋やレストランから見えてたライン川、正直もう少し綺麗な川を想像してたから、キサマさにびっくりはしたんですけど、まあ、ここはねオブラートに包んで言わなきゃ。川汚くね。でもポツポツ雨が降ってるから、天気がいい日だったらもう少し綺麗なのかもね。昨晩もらったホテルの案内図を見て散策したくないってことで、そのためにはシェリーシュで10秒チャージ2時間キープ。シェリーシュで10秒チャージ2時間キープ。では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 、バースデープリンセスに乾杯。はぁ、幸せです。朝から最高だよ。美味しい。部屋の鍵を使うとホテル内のいろんな扉が開かれて探検できる場所が増えるらしい。え、めっちゃ楽しそうじゃない。まずはこちらフロント。昨晩のフロントは夜間専用で、本当はここでチェックインするみたい。え、見て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 、めっちゃかわいい。オリジナルグッズ販売してるんだけど。いやや、ばいってこの景色。これは地ならし始まっちゃうよ。桜子個人カバです。3、2、1。ダメです、ひよって指が噛み切れません。なんてこと、役立たずだな。お父さんって感じしない。ここは博物館らしい。すごーい。一言では言い表せないほどいろんなものがある。おー、木刀？カエルっぽいね。お城の兵士が使ってたであろう帽子や、破壊されて再建されるまでのホテルの写真が。いやー、なんかすごいな、いろいろと。次は少し高いとこまで登ってきた。本当に冒険みたいで楽しい。古城ホテルって他の国でも泊まったことあるんだけど、その時は古すぎてお風呂のお湯が出ないとか、扉が開かないとかで大変だったんだけど、今宵で記憶は塗り替えられましたね。古城ホテルは最高です。天気が良くてあったかい時期だったら、このテラス席でご飯が食べられるらしい。誰かがこの可愛いジョウロを使ってお庭のお手入れとかしてくれてるのかな。それとも飾り。最後にミニ桜子ちゃんの記念ショットパシャリ。さてさて、ホテル散策を終えたので、次はタクシーでドイツ観光に行きます。ってことで、見てくれた方ありがとう。また見たいなと思ってくれたら、チャンネル登録、高評価、通知オン。気軽にコメントを書いて桜子のモチベを上げてってくれると嬉しいです。ってことで、 X だったりね、概要欄のチェックもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。